こんにちは。今回は図書館の本に隠された3つの謎を解いてもらうよ。あなたは何問解けるかな？早速1つ目の謎に挑戦だ。本の背に書かれた暗号の正体は何でしょう？ A. 本のニックネーム、 B. 本の値段、 C. 本の住所。正解は本の住所でした。本が図書館のどこに置いてあるか分かるように、日本地震分類法に基づいた記号や数字が書かれているよ。日本地震分類法とは、本を内容によって0から9までの10個のグループに分ける方法です。NDC と呼ぶこともあります。0から9までの10個のグループは、それぞれさらに10個のグループに分かれています。さらに細かく10個のグループに分かれ、3桁の数字でその本の内容を表します。例えば、サッカーは球技だから、783のグループに分けられるよ。次の問題。図書館の本は1年間で何冊ぐらい買っているでしょう？ A、140冊。B、14万冊。C、140万冊。正解は B、14万冊でした。図書館で買う本は毎週会議で決めているよ。出版社からの情報や本を見ながら話し合っています。買うことが決まった本は発注をし、装備をするよ。装備とは、本の住所が書かれたシールや、本が汚れないように透明のシートを貼ることを言うんだ。買うことが決まった本は箱に詰めて装備の会社に送ります。図書館で装備をすることもありますが、毎週たくさんの本を買うので、装備の会社にもお願いをしているんだ。次の問題。本を装備する道具で使わないものは？ A. セロハンテープ、 B. ハサミ、 C. 定規。答え合わせの前に実際に装備を見てみよう。図書館の本は汚れや傷がつかないように透明のシートを貼っています。まず、ハサミで角を切ります。透明のシートを本に貼っていくよ。ここがとっても難しい。空気が入らないように定規を使って貼っていくよ。正解は A、セロハンテープでした。セロハンテープは劣化が早いため、本の装備や修理では使っていません。また、この装備の動画の続きが見たい人は、図書丸チャンネルに装備の動画があるから、ぜひ見てね。装備が終わったら、貸し出し、返却できるように、一冊一冊違う番号のバーコードを貼っているよ。そして、みんなが手に取れるように、本棚に並べます。みんなはいくつ謎が解けましたか？図書館の本が棚に並ぶまでに、みんなが見えないところで本の場所を決めたり、汚れないようにシートを貼ったりしているよ。もっと詳しく知りたい子は図書館の人に聞いてね。図書館で待ってるよ。